おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は動画投稿日6月13日午前7時に配信となったカプコンショーケースを中心に、様々な情報を確認していこう。冒頭から言うのもあれですが、カプコンショーケースはややがっかりな部分もあります。ゆえにちと動画構成が予定より少し変わってしまったからな。我々の予想もちと外した部分の謝罪もさせていただくことにはなる。やべえ。先週まで強気だったけど、人大予想も怪しくなってきた。それ自体は私事なので、情報はしっかり見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、まずはカプコンショーケースから確認していこう。今は良作出し続けているし、過去作品の売り上げも好調。何より、今年はカプコン創業40周年の非常に大きな節目。このタイミングのショーケースイベントは期待しかなかった。霊夢が言うように注目していた人が多かったのは事実。生放送リアルタイムランキング様によると、同時接続数は公式チャンネルで8万人を超えているし、ミラー配信も大々的に推奨していたので、平日の早朝と早い、実質もっと多くの人が見ていたと思う。そういう部分もあるなら、もうちょっと言いたいことが増えるかも。まあ総評は口述するとして、まずは中身を見ていこう。最初に出たのは、先日 Xbox ショーケースで初出しとなった、国つぐみパスオブザゴッデス、だな。映像自体は同じだけど、RE エンジンでの制作なのね。和のテイストで世界観とともに、アクションと戦略面もどうなるか気になるところだな。対応プラットフォームも PS と Steam も無事追加された。情報の初出しが Xbox ショーケースだった部分は、後半の話題とともに語ろう。とはいえ、まだ詳細はわかりかねるわね。徐々に情報は出てこようから続報を待ちたいな。さて、ここからは紹介の順番としては前後するが、6月30日に発売が迫るゴーストトリックの体験版が配信となったぞ。ゲーム序盤の第2章までプレイ可能で、セーブデータを製品版に引き継げる。体験版をプレイすると製品版でもゲーム中で楽しめる背景 &BGM が先行で入手できるので、これはマストでプレイしておきます。本作は逆転裁判シリーズの生みの親である匠修士がディレクターを務めた。2010年に任天堂 DS で発売されたソフトの移植作品となる。同志は今回は要所を監修したゴーストアドバイザーとして参加している。役割にも遊び心があるわね。というか逆転裁判の話もせなあかんな。まあ、慌てるな。物に取り付き、操ることで数々の死を回避し、事件の真相を明らかにしていく内容の、名作謎解きミステリーアドベンチャー。現行機でも DS 版でのゲーム体験をしっかり再現しているとのことだ。DS 作品の移植ってそう簡単ではないよな。他のシリーズでも言えることだが、今までのファンの皆様に、もともと良作であるので新規層も取り込めば、新作展開ってのも現実的になるな。往年のゲーマー的にはその流れは歓迎したいな。さて、その流れで逆転裁判のお話もしていこう。逆転裁判456驚きセレクションがフル HD で2024年初頭に登場だ。これ自体は朗報。現行機で気軽に遊べるのはありがたいわけだけど。わけだけど？ショーケースの中盤での、この驚きセレクションの紹介。新作案じゃねって視聴しながらスタンバイしたわね。さすがになかったな。こればっかりは気長に待つしかないだろうし。まずは来年発売となる驚きセレクションと今あるなるほどセレクションを購入して応援するほかあるまい。ここは我慢のターンね。さて、お次はやや秘宝となるが、新作となるプラグマタの新トレーラーは公開となったが、今年発売の予定ではあったが、再度の発売延期で発売時期は未定となってしまった。アクション面もあって妄想広がるけど、まだ世界観含めて謎も多いわね。今回の映像は発売時期の延期としては小粋とも言えるけど、マジで期待している人には、やや不満があるかもしれないわね。まあ、ガイアがせかしてどうにかなるものじゃないし、期待の新作として待つとしよう。お次はスマホ向けアプリのロックマン X ダイブのオフラインの買い切り版が登場となる。アプリ版が9月27日でサービス終了するので、ユーザー救済措置でもあるな。アプリの評価自体は悪くないのに、左臭か。ソシャゲ運営って過酷なんやな。約3年のサービスと結構長生きした方だ。今後も作品として残るのはありがたいお話ね。そして、エグゾプライマルは第2回オープンベータテストの開催を発表した。開催期間は6月16日9時から19日8時59分。
これが発売までのフィードバックとしても最終調整となろう。序盤のストーリー体験やストーリーと連動したミッション、10人協力ミッションの追加があり、気になる人はこのタイミングで参加しておこう。オンライン専用チーム対戦型マッシブアクションがどれほどのものかは気になるところね。そしてショーケース最後はドラゴンズドグマ2となるな。前作同様ディレクターを務めるいつの氏の解説映像が公開された。一人プレイの王道ファンタジーってだけで個人的には気になる作品であります。一人プレイだが、異世界からの旅人、ボーン、たちと4人パーティー編成することは可能。ボーンは AI によって自ら行動する。プレイヤー同様、ボーンも自由なキャラクリエイトが可能だし、ネットワークを介して他プレイヤーから借り受けもできる。疑似的とはいえ、マルチプレイのような体験も可能なのね。映像と解説で世界観の作り込みは半端なさそうだし、オープンワールドとして色々やりたい欲はかきたてるわね。発売日は未定だが、こちらも今後の続報が気になるところだな。めちゃくちゃ期待して待ちます。他、バイオハザード RE4 の VR のお話や今後のスト6の展開や大会情報だな。これでほぼ全部。ギリギリまで待ったけど、サプライズがなかった。これに関しては、完全に予想を外したな。モンハン新作については慎重論ではあったが、バイオ RE4 は VR だけとはがっかり。エイダ編はもうちょい先になりそうね。完全な新作情報はなかったことになるな。さすがにハードル上げすぎたかね。今ある展開だけでも十分すぎる部分はあるとはいえ、創業40周年という部分もあったからな。期待して妄想を広げるのは悪いくせね。その部分は謝罪させていただこう。とはいえ、今年まだカプコンは大きな動きはあるだろうし注目はしていこう。さて、Xbox ショーケースを受け、CEO フィル・スペンサー氏の日本メディアのインタビューも来とるぞ。ほうほう。記事は概要欄にリンクを貼っておこう。フィル氏からペルソナ関連のお話はおもらしが確定したわね。そこはだろうなって感じだな。日本メーカーのタイトルの初出し情報が出たことにより、Xbox も日本市場で少しずつ力をつけているかという質問には、日本のメーカーとのリレーションは我々にとって極めて重要だ、としており、まだ十分ではなくより良くしたいと考えているメーカーもある、としながらも、全体的に言って、日本のメーカーとの関係性は良くなってきていると思う、とのこと。関係を良くせなあかんのはスクエニやな。そこは笑いながらとはいえ、その通り、と言っており、今後、多くのスクエニ作品が Xbox で遊べるようにしていきたいとのことだな。そして、今後も日本でゲームデベロッパーへの支援を強化することと、東京ゲームショーにも参加して、我々にとって日本市場が重要であることを理解してもらおうと考えている、とのこと。比べるのもあれやけど、PS ショーケースとの落差が個人的にはすごいからな。PS ショーケースに日本語版がねえのは、下手すりゃ今年中ずっとね荷物かもね。私は霊夢ほど怒ってねえけど、あれ握手だよな。後からアーカイブで追加するだけでも印象違うのにな。印象って大事やで。フィル氏の言葉をそのまま受け取れば、日本のメーカーのゲームも Xbox で広く展開はされるだろう。これは360時代より顕著っぽいわね。そこには期待しておこう。あとはダイレクトで注目度もが全上がったスターフィールドは、Xbox と PC でしか遊べない、とはっきり言っているな。まあ、そりゃそうだわな。言葉を鵜呑みにするつもりはないが、今後も展開には期待したいところだな。日本で Xbox が大きな花火を上げられるかね。あと、ショーケースで発表になった Xbox シリーズ S の 1TB モデルは、日本円では税込み 44,578 円となったな。こっちは大体予想通りだったわね。SSD を拡張前提なら、こっちのモデル買った方がお得ということにはなるな。今後の対策ラッシュで容量問題は切実やわ。さて、次回はファイナルファンタジー16体験版の感想を語っていくとしよう。こっちもよろしくお願いします。フィル氏も具体的なことは何にも言ってないが、ファイナルファンタジー16を Xbox で遊べる日が来る状態まで、関係性を進化させるのが私の目標だ、としている。そうなったら色々歴史が動くかもね。そう簡単なお話ではないんだろうが、注目はしていこう。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。